どうも、チャンです。この動画では、ユニティのエフェクトでレーザーを作る方法についてお話ししていきます。この動画を見れば、あなたはこういうふうな溜めて打つレーザーがつくようになります。ということで、早速、えー、作り方の話に入っていきます。で、えー、まずなんですけども、まず最初にですね、Create Empty を押してください。で、名前をつけてあげて、Charge、えー、レーザーと書いておいてください。で、それができたら、えー、ここの Charge レーザーの右クリックして、Effects、えー、ですね、Particle System を押してください。 で、これをレーザーにしていきます。ということで、最初はレーザーを作っていくので、一緒にやっていきましょう。で今、こう出てると思うんですけど、これをレーザーみたいに細長くしていきます。ということで、ここのですね、シェイプをクリックしてください。それから、ここのアングル25っていうのを0にしてください。さらに、ここのラディースっていうのを0にしてください。そうすると、こうやって一直線に飛びます。で、このままだとレーザーっぽくないので、より細長くしていきたいと思います。 で、それをするためには一番下に少してレンダラーの、ここのビルボードのストレッチビルボードっていうのを選んでください。そうするとこうやってレーザーっぽく細くなります。ただ今のままだとこうやって遅いレーザーなので、これ速いレーザーにしていこうと思います。やり方はここのレングススピードを0にしてください。さらにここのスピードをスケール点1にしてください。こうするとこういう風に飛びます。で、これは何かっていうと、 えー、スピードですね。スタートサッードスピードっていうのがあるんですけど、ここを大きくすればするほど細長くなります。で例えばここ一気に200にしてください。そうすると、えー、こうやって細長いやつができます。で、えー、レーザーっぽくなってきたんですけど、間隔が空いちゃっているので、これを埋めていきたいと思います。で、これをやるときには、エミッションですね。こしてください。で、ここのエミッションのところを、10ってなっているのを一気に50まで上げてください。 そうするともうかなりレーザーになりました。このままでもかっこいいんですけど、こんな色をつけてよりかっこよくしていきたいと思います。で青色をつけて、ここの青色を設定してあげましょう。そうするとかなりかっこいいレーザーになりました。ということで、これレーザー本体はできました。で、次なんですけど、このチャージの部分を作っていきます。で右クリックを押して、e f ェクト t パーティクルシステムを押してください。名前をチャージにしておきましょう。 でそれができたら、えー、ここのスピード、スタートライフタイムですね。ここを8にしておいてください。で、理由は後で説明します。で、今度はチャージで溜めたいので、えー、その場に留めたいと思いますで。それをするためにスタートスピードで0を押してください。そうすると動かなくなりました。で、今度は場所をちょっと、このレーダーの始まりの方っぽいところに移動させてあげてください。で、さらにこのままだとちょっと形が変なので、シェイプをいじっていきます。で、ここのシェイプっていうところのチェックを外してください。 そうすると、綺麗な円になります。で、このままだと、このチャージっぽくないので、今度はより大きさを増やしていきたいと思います。ということで、ここのスタートサイズですね、ここ1ってないっていうのを8ってしてあげてください。そうすると、でかくなります。ただ、でかすぎるので、これをちょっとまともな大きさに変えていきます。で、このエミッションの部分を、レイトオーバータイムっていうのが10ってないというので、ここを0にしましょう。で、さらに、ここのバーストっていうところを、30を、 1>, 1にしましょう。そうするとこういう風なぼやっとしたいい感じのチャージの部分ができました。でここまで来たら今度はですね、今度アニメーション的なものをつけていきたいと思いますで。それをやるためにここのですね、サイズオーバーライフタイムですね、ここをチェックしてください。で、これをチェックしたらここの部分をチェックしましょう。この下の方をクリックして、パーティクルシステムカーブズをクリックするとこう出てきます。 それができたら、この線上で右クリックをして、こうやってアドキーをいっぱい追加してあげましょう。で、打てたら、えー、ここの最初の一つ目の点ですね。これを0.2のとこまで持っていってあげましょう。0.2って言ってますね。で、これができたら、その次の点をこう一気にガクッと真ん中の部分まで下げてあげましょう。で、その次の部分の点はちょっと上。で、えー、その次の点はちょっと下。で、えー、その次の点はまたちょっと上。 この次の点もまたちょっと上。で、その次の下辺は、えー、ちょっと下。っていう形で、こう、ジグザグさせながら、どんどん下の方に、えー、落としていってください。こういう形ですよね。で、最後の方は、もう完全に落ちる。っていう風にしてあげると、こちらを見てほしいんですけど、このエネルギーが溜まって、こう、点滅しながら小さくなっていく表現ができます。こうやってエネルギーが溜まって、溜まって、 でこうやって点滅しながらちっちゃくなっていくっていう風なこういうアニメーションがつけることができましたでこのままだと色がちょっとなじまないのでここのスタートライフスタートカラーですねをつけて同じ青色を設定してあげましょうでこうすることでちゃんとレーザーっぽくなりましたでここまでできたら次はここのルーピングですねを外してあげましょうでさらにレーザーの方のルーピングも外してあげましょうでその状態で再生をしてみてください 再生を押すとこう気づくと思うんですけど、いきなりレーザー出ちゃってますよね。チャージを貯める前にで。今度はこれのタイミングを合わせていきたいと思います。でタイミングを合わせる方法なんですけども、えー、今回レーザーをチャージで力を貯めてからレーザーを打ち切るまで全体で8秒間とします。なので、えー、チャージをしてエネルギーを貯めている時間は2秒間という風な設定にしたので、今回のレーザーの部分は6秒間にします。ということで、 えー、ここのデュレーションとスタートライフタイムを 6, 6にしておいてください。こうすると6秒間出続けて消えるっていうふうになります。さらに、えー、2秒間溜めてから打つので、ちょっと遅れてほしいわけなんですよね。2秒間遅らせて発生させるために、このスタートデュレイを2と押しておいてください。こうすると2秒遅れてレーザーが出ます。で次にチャージのとこをクリックして、で同じように、えー、ここは8秒になってますね。で、ちょっと場所をさっきレーザーと Z の移動させてあげて、 でその状態で再生しましょうで。そうするとこうやってエネルギーが溜まって、それから放つっていう風なことができるようになります。で今ちょっとまあタイミングが合わなかったので、まあ、ちょっとチャージの方の部分ですよね。ここの部分で、タイミングとかを合わせていきましょう。でそれでもう一回確認ですねで。こうするとこうやってエネルギーが出て、溜まって放つ。で、レーザー出て、でこの溜まる部分が消えて、 エネルギレーザーも消えるみたいな風なアニメーションを作ることができましたもう今あなたの方の画面もですねこのキューブがないと思うのでキューブを登場させていこうと思いますでちょっと今回のこのキューブはプレンダーで作った別のやつなんで普通に 3D オブジェクトキューブをして登場させてあげてでスケールを222とかにして大きくした状態でさっきのレーザーの位置ですねに寄せてあげてくださいでその上で再生ボタンを押してみましょう そうするとキューーーーブがエネルギーまってレーザー放つみたいな、ちょっとかっこいい感じにすることができるのでこれもぜひやってみてください。ということでですね、今回の動画はレーザーのエフェクトの作り方だったんですけどもこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは見ていただいてありがとうございました。